皆さん、こんにちは。緩和ケア医の木下博也と申します。つながる、届く、緩和ケア。第59回目の今回は、訪問診療導入。5、できる、できない医療行為。訪問診療を受けるとき、患者家族は病院で受けることができる。今まで受けてきた医療を自宅でも受けることができるか。 きっと心配ですよね。今回はこのあたりのことについて解説します。まず最初にどんな医療行為にも利点、効果と危険性、副作用、そして患者の意向のバランスを考えることが大切だということを知っておいてください。これらについて医師と十分に話し合うことが重要です。また利点、効果、 検性・副作用は患者の身体状況によって変わります。がん患者、特にがんが進行してくると身体状況は刻々と変化します。そしてある医療行為が訪問診療、自宅でできるかは必ずできる、訪問診療所により異なる、できないまで幅があります。技術、経験、安全性、コスト、 時間などの問題もあります。がん医療の現場、特に緩和ケアで比較的行われる医療行為として代表的なものを挙げると、1、点滴。2、医療用麻薬の持続皮下注射。3、管、チューブ類。4、ステント。5、強水栓子・複水栓子6、輸血。 などがあります。1、点滴。これはすべての訪問診療所で可能です。抹消点滴、光湯液、CV ポートを使った点滴などがあります。光湯液は経験のない医師もいるかもしれません。CV ポートの留置は病院でしか行えません。点滴に関しては、本チャンネルの第36回シリーズ終末期4、 点滴した方が長生き、しない方が楽をぜひ一度ご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。2、医療用麻薬の持続皮下注射。主義としては難しいものではありませんが、使用する機器が調達できるか、機器の操作、また医療用麻薬の調達管理などから、訪問看護ステーション、 調剤薬局との連携がないと難しいです。すべての訪問診療所でできるとは限りません。3. 管、チューブ類、KB 管、医療、長老、経費警管単動ドレナージチューブ、PTBD、PTCD チューブ、人狼カテーテル、膀胱留地カテーテルなどがあります。この中で、排尿の管である 膀胱留置カテーテルは訪問診療で可能です。警備官に関しては、オート品会に対する留置は訪問診療でも可能ですが、栄養投与のための留置は安全性の観点から自宅では不可能と考えた方がいいでしょう。医療交換が可能な訪問診療所も少ないです。他は留置も交換も自宅ではできません。4 ステント。代表的なものとしては、気道ステント、食道ステント、胆管ステント、消化管ステント、尿管ステント。これらはいずれも病院でないと留置、交換はできません。5. 強水戦士、複戦士共水戦士。強水戦士、強水を自宅で抜く訪問診療所はほとんどないでしょう。複水戦士を行える訪問診療所。 これは少ないですが、ある程度はあります。複数選士が可能な訪問診療所がもっと増えることは私の願いの一つです。6. 輸血。輸血を行える訪問診療はごくごく少数です。NPO 血液在宅ネットのホームページを参照ください。概要欄にリンクを貼っておきます。今回は訪問診療でできる できない医療行為について解説しました。これらの医療行為についてはいずれも患者にとっての利点、効果、危険性、副作用、そして患者の意向について医師と十分に話し合うことが大切です。では、また来週。